お仕事をして頼りにしている。間に合わぬぞ。上田城に突入し一気に陥落させよ。よし、敵を大手門へ引きつけよ。城内に入ったところを鉄砲で迎撃する。モノノコの意地を貫くのさ。忍びの侵入を許すなんて、名目ないっす。兄上の策に違いない。兄上は上田城を知り尽くしている。ご安心、兄上がいなくても父上はこの雪村が守ります。だが、お前が大一に守るべきは真田の魂。大勢に屈せぬ真田の意地示してみせる。亀を背負う上田を去る信行に花向けとなる。城には罠がある。むやみに踏み入っては危険です。我らには時間がないのだ。相手は少数、数で押し切れば問題はない。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。本市城を救援し、敵の矛先を上田城からそらせ。知らずね。城に勝負いたせ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。まとめてもいくよ。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。上田城の包囲も弱まる。お相手いたす。お任せを。そのまま敵を大手門へ誘い込め。真似を。上田城のことは事実です。その強さ、そして
弱点も。信行様、本気なんだ。それなら私も本気で行かなきゃ。なんだかんだ言ってない一流の忍びだわ。あんたたちの今を諦めちゃダメ。あの頃は幸せだったって思い返した時にはもう遅いんだから。でも雪村様はもういいわ、私に任せて。鎌田兄をコテンパンにして改心させてやる。まだ落ちぬのか。なぜ正面から攻めになる。正面の門にはまだ罠が残っている。ならば北へ回れ。村に火をかけ門をこじ開けるのだ。三成殿は中央で、金継ぐ殿は東北で戦っている。我らも負けるわけにはいかない。雪村殿の見守りは上だぞ。こんな形で攻めねばならないとは。だが俺も真田の家名を守るか。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。なだめ、これ以上かけつなくては折れぬ。撤退せよ。徳川秀忠、逃がしはしない。追撃するぞ。秀忠様、お急ぎください。おっと、この信行が止めます。勝利条件変更。私たちも秀忠様をお守りしなければ。行きましょう。役に立つのか試してみよう。元から出しに来たか。それならおじさんもやるしかないね。変わらない。
が変えてみせる。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。救われたか。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。まとめてポイント。我こそは天下無双の忍びなり。敵将は打ち取ったり。声は行かせない。このままでは信之様と雪村が戦うことに。ここは私が開門。雪村、稲葉相手です。いざ勝負。また無茶な真似を。稲葉、止められない。そなたに及ぶものはないな。マジだよ。ちょっと驚いてくれ。雪村様は私が精一杯お守りしますから、兄弟で傷つけ合うのだけはやめてください。雪村様は止められない。多分誰にも。たとえそうだ、基地へ向かう弟を黙って見てはいられないのだ。変わらないのだな。いつも私のずっと先をかけていく。行け、雪村。私は真田の幹となり、お前という花の散り際を見極めよう。